です、今日は東京メトロの1日乗車券を使って、メトロの、大回りをしていきたいと思います。それでは行ってみよう。レッツゴー。This is a 2-line rapid service train for both town local service and the Marunouchi subway line.久保駅に到着です。これから東京メトロ丸の内線に乗っていきたいと思います。新宿三丁目です。4番線の電車は各駅停車池袋行きです。ありがとうございました。終点池袋の終点の受け取りでございます。正直本線はこの進行の通過
は東武の車両に来てほしいな。西武の5000系とかでもいいよな。西武の5000系ってなんだよ。青いやつ確かこれ5000系じゃないっけ。あれ4000系な。線間違えた。まあこういうのは大体メトロが来るんだけど、まあでもメトロでも新車があるから、まあそれにも当たってほしいな。次半蔵門線に乗るけどさ、2020系来てほしいんだよね。地味に2020系は乗ってない。いや、一回やったことある。でも大井町線のあの2020系バンなら乗ったことあるから。おい。おい到着です。これから千代田線に乗ります。表参道駅ってすごいですよね。こっちに半蔵門、こっちに銀座。いやーすごい。じゃあ千代田線ホームまで向かいます。てか対面乗り換えできるからいいな、羨ましい。足元にご注意ください。銀座線、ここで急遽赤坂で途中下車することにしました。まあね、某テレビ局前にね行こうと思います。某テレビ局前ね、はいはい。まあ、時間があるんで暇つぶしですね。途中下車、初めて改札その外に出ます。てかこれ本当 JR 車が良かったな。BTS に行きたいと思います。
ず京王線乗るか。え、でも茅場町行ったらさ、日比谷線乗らないから、とりあえず、え、でも銀座まで行ってそっから茅場町まで日比谷線が取ってるから。あ、じゃあそれで行くか。そうだ、じゃあとりあえず銀座線に乗りたいと思います。でも歩いて8分あるんだよ。いやー、さっきの情報ですと、ね、これか、ちょっと約8分ね。死んじゃうよ、ローラー。はい、まあ、ちょっとね、だるいですが、まあ、行っていきたいと思います。浅草行きが参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。虎ノ門に到着です。これから虎ノ門ヒルズまで歩きたいと思います。虎ノ門です。今発音おかしかったな。虎ノ門ヒルズまで歩きます。こっちじゃね。おごめんごめんごめん。いや、なんかここ涼しい。地下鉄ホーム暑すぎだよ。地下だから涼しいと思ったら全然涼しい。なんだよこの坂。この下を銀座線が通ってるというわけなんだな。あー、涼しい。もう疲れた、やだこの駅、二度と来ない。虎ノ門から虎ノ門ヒルズまで乗り換えに15分かかりましたね。もうやだ、めっちゃ遠い。暑い。多分本当はそんな遠くないんだろうけど、まあグルグルしてますね。グルグルしていた。Thank you.
だ。いやーちょっと最後の雑談コーナー、いやマジ虎ノ門ヒルズ許さねえ、ほんとほんとに、ほんとなんでもね、トウモロコシのあれが落ちてたんだけど今地面にトウモロコシ落ちてる。じゃあここら辺で切ろうかな。いやでも地下鉄はね、暑いし風強いし結構過酷だからそんなにおすすめしません。でも楽しかったよ。はい、もう皆さん真似しないでくださいね、はい、いやただもう一度行きたいとは思いません。じゃあ、はい、ご視聴ありがとうございました。西荻窪へおいでのお客様と京王井の頭線。